1日外出6班長、星さん。怪獣の地下賭博編に出てきた超絶心理キャラ班長をメインに使ったグルメ漫画風のコメディ漫画。内容はコメディタッチの孤独のグルメといった感じで、チェーン店の店とかに入って、ああでもない、こうでもないと悩んだりする部分がよく描けていて面白い。グルメ漫画は美味しいをテーマに作品作るのぜ、孤独のグルメのクッソ面白いなこのグルメ漫画って思う部分は、豆感が食べたいって思って注文したらそれないですって断られたりするって部分だったり、料理をこの子供騙しの味付けが求めていたやつだよって感じの表現が面白いのぜ。この漫画も班長が、たった1日しかないこの日に中華を食べると言っても、どこの地域の中華を食べれば満足するだろうかと悩んだりするところや、クッソ激烈に面白い部分はこいつらどんだけ巻き上げているんだよといった感じの週一で地下から飛び出て地上で休日を満喫している部分であり、班長にとって地下は楽園のような場所であると思える部分、ギャンブル落ちしても幸せって運が良ければあるんだって教えてくれる漫画。